始まりましたモンスターストライク、はい、我々 MSS プロジェクトが挑戦していくという動画になっております。はい、はい、というわけでじゃあ今回もやっていきましょう。私が FB37 です。はい、そしてキックマックスです。アルモットです。えーでーす。はい、じゃあ今回、キー村正、よっしゃ、なんとかこいつを倒しまして、はい、闇の進化村正をゲットしましょう。はい、じゃあ行きましょう。スタート。オーケー。さあ今回メンツは、はい、今回はアロマガルシファー、エオヨがシンデレラで、キックンがなんだっけ、長飛、長飛、うん、で僕が、ドラえもん、ドラちゃん、ドラちゃん、ドラえもん連れてこられると一瞬ふざけてんのかな、ね、意外といいんですよね。いやドラえもん、ですね、昨日ね村松さんは、うん、はとりあえずね反射制限に加えて地雷、そうですね、はい、に加えてワープ、ワープ、もう地雷さすがだよ。それきついよな、ギミックやばいよね。地雷回収しつつ、まあ、してワーに当てるわ、しつつ、ね、当てちゃって、でまあやっぱりまあそういいですよ、まだね地雷だけ、地雷とワープだけだったらまだね、地雷にとりあえず気をつけりゃいいけども、そう反射制限がね出てくるってなるとね、貫通をとりあえず2体だと、わけわかんないよね。そう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 、それに合うモンスターってなかなかもう少ない。おーいいね、順調順調。まあこんだけちょっとでもギミックに合わせれば、うん、あそこに行く、まあ大丈夫でしょう。じゃあちょっとレッパーで、よし、イエーイ、スムーズ。はい、まあ今回ねルシファーはいいんじゃないかって話になったんだけど、うんうん、ルシファー今回に限っては自由に動けちゃうんですよね。そうだね、重力がないから、うん、そう、ただし地雷、おー、はい、早速来ましたね。まあ、どうしようかな、村正ちゃんの上に行くような、なんだよこいつは、頭にブロッコリーさせて、こいつは貫通制限か、そう、これはあの反射でないと倒せない、うん、はいはいはい、ちょうどいい位置にいるぞ、よし、やってまい、倒しちまえ、おいー、あーちょっとずれたな、ダメダメ、まあまあ、まあ、なかなかのダメージで、ナマステ、ナマステ、こんにちはっていう意味ですよ。先にマインスイーパー倒したいね。ブルルルル、マインスイーパー倒しちゃうの、あー違う違う違う、マインスイーパー倒したらこの先進めないよ。ほんとにさ、いろいろどうしちゃったな君は。そうだ、お、あ、そっか、ちょっと行き過ぎた、ごめん、全然いいよ、お、いや大丈夫だ、すまねえすまねえ。今ね、2人に当てられるところを1人も当てないというなかなか華麗なスタイルです。バルスアタックですか、ね、あれ俺なんだっけ、反射だ、反射でしょ、全然今忘れてた。ああ、そいつは倒してくれ、ボールビッグ大佐、今回あれだな、 HP 低いな俺ら、うん、ああ、本当だ、77000、これボールビッグ大佐だ、どうする、なんか別にさ、ボスもね、HP が柔らかい、低いね、水なんかすげえ柔らか戦車じゃん、やたら硬かったっけ、硬かったね、水一体何なんだよ、あの難しさは、水難かったよな、なんやねん、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね、ドラちゃんは属性も合ってるからね、そうだね、ドラちゃんね、ほんとね、やっぱりね、うん、いいんですよね、もっと出やすかったらよかった、そうだね、これでドロップ率良かったらすごいキャラになってたよね、まあね、普通にやっぱガチャゲンに、うん、なんていうかな、持ってないような特性を持ってるから、うん、アンチダメに効こうっていう、おばー、あ、下にもあったのか、あったね、まあ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 、全然、まあ、いい感じだ、うん、で、ハートハートを磨いて、うん、ほら、磨くっきゃないぞ、今のところ余裕のヨーデルレヒー、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 倒せ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 ねえのかよ、めっちゃ今すごい肩やばいわ、なになに、よし、超飛倒せ、ヨーデルレヒー、今面白かったですよ、あの FB はか、ね、首をかしげてたのに俺はこうやって俺がこう傾けてお前がうんうんって言って二人会ってないのになんか一卒したっていうね、うわー、さあ次はね貫通の出番だぞ、まあ、あー今回は貫通ね、そうそうそう、ドラちゃんの活躍の場ですよ、まあ貫通も倒したと思う、うん、そうだね、そいつがいるだけでも何もできなくなるからね、なかなか柔らかいですね、うん、うん、これ柔らか選手だ、別にもうさ、こいつはさ、じゃあ貫通がダダミジって言ってんだからさ、うん、一発で倒せずてくれって思う、ね、確かになんで2だよ、2発がかかるの結構痛いね、うわ、まあまあしょうがないね、とりあえず貫通制限を倒すことを優先にした方がいい、うん、貫通制限も攻撃力がものすごい痛いんです、これまた困るんば、下気味で流行らそう、これ困るんば、いやちょっと流行んないと思うな、厳しいかな、困るんば、あ、いいね、上のちょっとアロマもやってみたら、上のも倒したじゃん、うん、やんね、アロマ、正直お前らが何やつか全然分かんなかった、あ、ちょっとエフやって、どう、あ、俺がやるからじゃあ、うん、見本待って、
はあ、あ、日本マス、うん、あ、俺またあ、びっくりしました。俺、貫通だと思って今何してんだよ言えよ。木村は、村はさ、確かに今のはちょっと困るんばですね。どんな、なに今の何次だよ、困るんば結構 HP 削られてる大丈夫ですか。これ、これはシンデレラに当てて。シンデレラ当てちゃう。うん、当てて貫通砲だからな、一応カンカンしてくださいよ。長飛は何の役目とないから。そうだ、レーザーバリアがある。まあ、大したダメージも何だね。そうだね、8万って。こいつでもとりあえず横にいなきゃいいんだよ。まあこの携帯だけかもしれないけど、うんうん、とりあえずルシファーっていうの、じんわり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 徐々に削っていく感じで、徐々に削るし削らないし。わー、ダウンきたよ。超飛ますます役に立たなくなった。もうルシファーに当ててまい。わかった。パワーダウンも結構ダメージでかいからな。そうだ、おー、いいねー。ルシファーいいとこいたね。下にいると強い。いいねー。さあ攻撃力が、もうボスボスに突入という。そうですね、全然良くないパターンですね。しかも3万7000しかない。さてさあ、まあ、どこから。とりあえずこうやっていきますわ。よいし。とりあえず反射レーザーを倒したい、うん、倒したいね。確かに右上のやつは無理だから、とりあえず左上のやつをこのターンで何とか倒してるんだよね、うん、左上？あ、右上。うわー、おー、綺麗な、あれあれ、おー、綺麗な、ここは何すか今の。大いなる横感でしょ、これ。うん、でもなんか、よくわかんないやつが一匹死んでったけど、なんであいつ死んだ。そうかな。やばい、やばい。うわー、回収するか。回収して。じゃあ俺回収しながら。そうだな。そうだね。すごいな。地雷ガードこれ。ああ、とりあえず倒してくれれば。ああ、よし。ああいいね、超ヒー。まあ攻撃力アップしてたから。うん、そうだね。ね、攻撃力上げ放題じゃん、うん、あれ。やった。うわあ、痛い。痛い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 。反射レーザーが痛い。痛い。とりあえず貯めましょう。貯めましょうというか。ハートは大きくしましょう。この反射さえ倒してしまえば、うん、あとはほとんどダメージ。またハート出た。ここで展開。反射を倒したいからちょっといった。いや、まだでもなんか変な制限がないだけマシだな。よしよし、いけるいける、いいぞ、超いいね、いいねいいねいいね。さてさて、これどう倒せはしないと思うんだけど。あ、取っちゃっていいと思う。次、いや、横勘で大丈夫だと思う。あの地雷出ても、うん、張飛とドラちゃんが関係ないから。じゃあもう一旦、うん、そうだね。うん、そしたら全開といいけど。一応言っとくか、うん、まあこれのハート2つ取ってもほぼ全開になると思うんで、うん、もうまあ念には念をという。いや、いっぱい出すねこいつ、ほんとにいっぱい出すね。こいつはしかも一旦爆発かよ。あ、ほんと結構まずいね。あ、もうあれだよ、取って倒してもいいよ、うんうん、あの、2つもう取れれば。そう、取れれば、うん、それは確実に取ってもいい。ちょ、めっちゃ強く。お、いいねいいね。おい、ハイパーデルフィールドじゃん。やった、完璧じゃん。あ、デルフィールドの謎なんじゃそりゃ。いや、もう、いや、謎だよ、それデルフィールドは謎だったね、今。なんなんだよ、うん、はっきりしよう。じゃあドラちゃんに足す。しかも、うん、ドラちゃんは剣を取らないという。いや、絶対取るでしょ。それ、ね、それは無理だろう。どんどん取る角度にいってます。おお、取ったね。一応今ギギギギギギギってなんかどんどん取る方向に。とりあえずこの変なザコッパチはどんどん倒せ。ザコッパチ頼むぞ。頼む。やっぱりそっちだよな。うわ、奇妙な反射角ですね。とりあえず張飛の周りを倒せば、その攻撃力上がった状態で殴りに行ける。そうだね、うだ、まあとりあえずそのあの変なネズミ小僧も倒してる。上の方、この辺かな。雑魚さえ倒せば、うん、安定するはず。そうだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺こいつら倒したからな。やったくれーやったくれー。そんな言われてもまあ今のところスムーズだわ。そうだな。え、そっち何が。ボスに当たりに行けばせっかく攻撃力が上がってたのに。ああ、あ、アロマさんがそう言うならもう確実にそうだぞ。そうだな。俺は悪かった。バーンバーテンダーが、まあ元バーテン
あーでも全然余裕だ。いやそうそうそう余裕なんですよ。いいよもうバッて行って場所が回復もあるな、うん、そうだ。じゃあなんか気にすんだもん。フリーダムだ、フリーダム、フリーダム。しかも別に結構避けたし、でも攻撃自体もクソだったけど。やーなー、これ結構余裕がある。余裕ですね。ゆっくり見えるか。水なんだったの。遊べるぜ。まあまあまだわかんない。でもほらほら、それはそうです。遊ぶ。あ、出た。当たって。おー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 、反射かい。結構減りましたね。そう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 、これはね、オアシュラさんがやると全然弱いのに、なぜか敵がやってくると異常に強い。お前オアシュラっていうのやめてやれよ。そうだぞお前。かわいそうだぞ。普段温厚な俺もあんなに苦労してとったオアシュラさんが あんな感じだと悲しいよ。ブワバッ。まあ確かに4万だったのに。4万ですよ。いや、あのオアナギさんはハジナギさんになったわけだからな。ドラえもんのストライクショットは何だ。じゃあいきますよ。ドラえもんはね、うん、ランダだった。しかも結構強い。弱点になってる。あ、しかもレーザーさ、レーザー吸収されたね。あ、けど85万いったら十分じゃない。そうだね、そうだね。レーザーあの多分吸収されなかったら100万ぐらいいくんだよ。へぇ、なんかめんどこいつで何の。縦感気味で、うん、右の方の縦感気味で、うん、そうだね、うん、いけんちゃうかな。じゃあ頼め。さあアロマのメタル。お、いいね。いいね。お、いいね。お、いいね。何？あ？なんじゃこりゃ。やっぱ水の時弱点属性いなかったの。そうなんだよ。まあ、そうだね。でも一方的にやられるシステムだからね。おー！おー！これはありがたい。ラッキー。ありがてえ、ありがてえ。ありがてえ。やったー。はーい。オッケーオッケー。いや、さっきクリアしてたらな。そうねー。まあこれにてとりあえずね、村雅め、うん、村雅め、村雅め、はい、ね、村雅め編は、はい、はい、完というわけでね、はい、まあ締めくくりにやっぱりこのガチャをやって、うん、気持ちよく、そう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 、はい、今回はモンストコレクションが来ております。お、やっぱ村雅といえば何ですか。侍ですよ。うん、あ、はい、あ、侍の代表格といえば、そうです、代表格龍馬とお龍、お龍も言ってしまう、まあ、侍、ね、サム族だね、サム族だから、はい、はい、この2人がもう出るんじゃないですか。出ちゃいますね。出ちゃうんじゃない。やってくれ。はい、じゃあ、あのちょっと言って。何を。分かってね。ストライシュート。どうどうどう。なんだなんだなんだ。どうすかどうすか。おお！侍じゃないけど出た。なんか強いの出た。ジークブリート。最近調子いいなこいつ。お前。すごくない？ジークさんね、まあジークさんあれでも、あ、けど一応ジークモンコレなんだ。モンコレの中にジークさん、いや、ね、いいんだけど、嬉しいんだけどさ、え、ジークフリート実際めっちゃ使うよ。あー、なんかね、クロート向けみたいなところがあるから、じゃあ次行きます。俺自信がないとね、ジークフリート使いこなす。じゃあ行きますよ。でもね、いや、ほんと巷ではかなりね、やっぱりジークフリート最高みたいな。ストライクシャドウ自分で言った。最近見てないから星5見たいな。どうキック。あら、なになになに、うわ、誰、来た来た、うわー、金継ぐ、金継ぐ出た、金継ぐちゃん、せめて頭に相手つけとく。分かりにくいんだ。確定とか出ねえから、はい、引っ張れです。出るわけねえだろ。ジークフリートだね。そこは侍族出る。まあ、モンコレだからね。まあ、ももちでもいいから出る。ん、あ、お、ももちじゃん。え、マジで。違いますよ。何ですか。何出た。この子は誰ですか。ヘルメス。ヘルメス。ああ、そう、直江金継ぎとウリ2つね。ああ、似すぎだろうが。つかねえな。お、エオエオここで締めてくれるそうですよ。エオエオさんが、エオエオだ、はい、僕がやりますよっつってるもん。だって来い、さあ来い、来い、本当に本当に、お、ん、お、はラプンツェルだっけ。お、お、ラプンツェルじゃん。おー、ラプンツェル、なんで出た、なんで出した、うん、おー、なんで、全く関係ないじゃん、そいつ、ね、関係ないわ、うん、関係ないけど、でも星5ですから、はい、うん、そうですね、ラプンツェルさんってさ、ぶっちゃけラプンツェルはクソ弱い。あの、僕実は1体持ってる。死ぬほど弱い、こいつは。攻撃力も低いからキラーの意味がない。
そうだぞお前な、やめろ悪口やめろ。だって俺だってこっちあれだから最初に引いた星もだから確かに。確かに。そうそうそう。ロボットキラーと魔族キラーついてて、さらにアンチ重力バリアもついてるな。そうだよ。だけどストライクショットが弱いな。あれ50万しかいかない。はい、というわけで、でもまあ星5はね、最後に2体出た。確かにね。うん、いいね。はい、というわけで、じゃあ今回はこんな感じで。はい、じゃあ全世界のみんな、バイバイ。動画をご覧いただきありがとうございました。ですね、我々、ニコニコ動画と YouTube のチャンネルを持ってますので、ぜひ登録をお願いします。ですね、スマートフォンからご覧の皆様は、画面の下から登録をパソコンはこちらからお願いします。はい、ニコニコ動画はこちらの方からよろしくお願いします。よろしくお願いします。